さあ、ゲームを始めよう。番組冒頭にゲーム対決を行っていくノーラジオノーライフ。対決に負けてしまった方には番組中に守らなければならないルールが設定されます。それでは迷惑に誓ってアッシェンテ最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。負けた。ノーラジオノーライフ。ゲーマー兄弟がラジオをするそうです。ノゲラの皆さんこんにちは。ソラグ松岡一作です。ノゲラの皆さんこんにちは。こんな感じだったっけ。主役のカヤノアイです。この番組はテレビアニメノーゲームノーライフに出演する僕たち2人がお送りする全てがゲームで決まる頭脳バトルラジオ番組です。うん、はい、ということですね、最初のゲームは、あっち向いてほいをやったんですけど、はい、私久しぶりすぎて、そうだ、じゃんけんからするんだみたいな、ね、順番にしていくんじゃなかったっけ。そっちびっくりした。あれ、私からさ、じゃ前回負けたからっていうので、うん、そう、なんか私からじゃあやるねって言ったわけだけど、うん、あれなんて言うんだっけ。じゃんけんだみたいな。そう、間にじゃんけん挟んだね。だってあっち向いてほいなんてやらないもんね。やらないね。でもなんか久々にやると楽しいもんだね、うんうん、しかも意外と決まらないって、うん、そう、決まんなかった、うん、駆け引きとかできなかったな、うん、本当だ。そんな、そんな余裕はなかったな、うんうん、でね、今回松岡くんに設定されるルール、はい、話の流れに合わせてダジャレを3回挟み込むです。これさ難しいやつだね、うん、でいつもまあ5回が定番なんだけど、うん、まあ、ハードル高いからね、うん、スタッフが3回に下げてもいいって言ってくれましたよ。はい、皆さん、ステフとかね、ノゲラとか何言ってるか分かんないと思うんですけど、それは後であのちゃんと説明するので。でも前回のまあ聞いてくれてる人はもうほら知ってることだから、か、うん、まあ、後でまあコーナーでもね説明しますが、はい、まあ、そんないろいろねルールをこれからも私たちは、はい、課せられていくわけでございます、はい、じゃあ始めていきますか。ノーラジオノーライフ。さあ、ゲームを始めよう。この番組はノーゲームノーライフ全県代理委員会の提供でお送りします。ノーラジオノーライフ。ゲーマー兄弟がラジオをするそうです。改めましてこんにちは、松岡一作です。かやの愛です。それではノゲラーの皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。はい、スバルさんからいただきましたよ、はい、松岡さん、茅野さん、こんにーとー、こんにーとー。アニメ毎回楽しみに見させてもらってます、うん、さて、このアニメでは天才ゲーマーが活躍していますが、お二人がお互いに松岡さんここが天才的なんだよな、茅野さんここすごいよって思うことってありますか、といただきましたよ。これね、あーでもこれはね、自分はある。はっ、うん、初年度から思ってたけど初年度、うん、初年度から思ってたけど、うん、あのね、茅野さんはね、うん、あのね、ブレない、気が使える、すごい、お、ブレない、気が使える、うん、あの、あ、反対だ、あのね、あの、例えば飲み会であったりとか、現場での振る舞いであったりとか、それがね、あの初年度からブレてない気がする、芯みたいのが、そんな感じ、うん、そうだね、なんか、うん、でも確かに、うん、結構あの作品によってさ、こう、うん、あの結構インタビューとか受けたりするじゃない、うん、で、うん、結構そのパーソナルなこととか、うん、いろんなことをお話しするときに、結構そのインタビューしてくださる方に、花野さんはブレないんですねって言われること多いから、うん、もうやっぱそれはでも当たってるのかも、うん、なんかね、こうって決めたら結構ね、うん、我が道を自分で行くタイプかも、うんうん、なるほど。でも松岡くんもそういうイメージかな、ブレないって感じする、うん、もう、ね、
まあ、変えていかなきゃいけないことは多々あるんだけど、でも無理に変える必要はないような気はするけどね、皆さん聞きましたか、今の心お気遣いですよいやでもなんだろう、まあもちろんね、そのこうした方がいいとかはあるけど、その自分の芯の部分だけは、なんかやっぱりそんなに簡単に変わるもんじゃないんじゃないかなっていうのは思うな。だからそこを大切にしつつ、こうなんかいいとこをこう取り入れていければ最高だよね。そっか、参考にさせていただきます、うん、まあでも松岡君はほらやっぱアフレコしててもやっぱすごいなって思うことがたくさんあるし、なんかすごい素直でまっすぐな人だと思う、ありがとうございます、はい、なんか明日へにつながる活力になった気がします本当よかった、はい、ハンドル名タイマネーさんからいただきました、つぐつぐかやのんこんにと、ラジオもアニメも楽しみにしています、空と白はお互いが必要不可欠な存在ですが、キャストのお二人はこれがなければ落ち着かないといったものは何かありますか、あったら教えてください、これからも応援しています、ではでは、はい、おはい、はい、どうですかね、つけてないと落ち着かないものとか。あー最近だとね、時計、時計つけてないと、そう、時計とかしないと落ち着かない、なんか最近。でも寝るときは外すでしょ、そうだよね、でも、あ、仕事に行くときには必ずつける、つけとかないと気が済まない。でも私も、この仕事始めてからだよ、時計買ってつけたの、なんかなんだろう、時計っていっぱい欲しい人、一個を大切に使う人、なんかね、なんか記念に今一個ずつ買ってる。へえ、何かの記念の時に、自分の誕生日とかいいことあった時とかにってこと、あ、それ素敵だね、いいね、私もなんか一つ買って、それを長く使いたいなと思って、この仕事始めてちょっと1年くらい経った時かなに買って、それからはね毎日つけるようになった、それまではね時計って全然つけなかったんだよね、あとあれじゃない、松岡くんだと炭酸水よく飲んでるよね。あ、そうだね、炭酸水ね、あれはなんかやっぱ現場の時に必要なの？あのね、毛穴が開く感じがする毛穴じゃね、血管がね開く感じがするちょっと待ってあの血管が開くもよくわかんないけど、毛穴が開くもびっくりだよ、なんて言ったらいいんだろう、血流が良くなる気がする。そう、あのね、炭酸水で飲むと、あのね、酸欠状態になるんだって、血液中に溶け出すから、それでなんかあの、なんていうの、体が、とか頭が完全になんかその溶け込んだ、なんだあれ、二酸化炭素か、二酸化炭素によって体が貧血を、貧血じゃない、酸欠を起こしてるっていうのを勘違いさせて血流が速くなるんだって、へー、そういう意味もあるんだ、やっぱりでも炭酸じゃないとなんかでも落ち着かない、やっぱり。そうだね、結構飲んでるイメージあるもんね、強い炭酸が好きなの。うーん、中途半端な炭酸はいらんじゃあ抜けたら意味ないんだ、へー、まあでもそれもある意味やっぱ仕事の時に必要なってことだよね、私はやっぱ朝飲むコーヒーとかかな、やっぱなんか飲まないと落ち着かないとか、でも飲み物とかそういうものって結構重要な気がする、結構コーヒーとかって飲むの？豆をね買ってね、朝引くの。引くの？すごいな。なんかね、喫茶店とか行くと、あ、ねえねえ松岡くん、ブツブツ交換今度しようよ。ブツブツ交換？何ブツブツ交換って？私今度さ、あの、炭酸の、あの入浴剤があるの、私が、よく使ってるね、すごいそれがいいから、炭酸風呂になるんだから、ま、そんなシュッシュは、あの、ま、出てくるんだけど、ま、飲んじゃダメだよ、飲んじゃダメだけど飲まないよそういうのがあって、なんかそれを私今度持ってくるから、松岡くん、あのコーヒー豆買ってきてよ。わかったわかった、なんだろうこれ、あ、仲良くなる第一歩みたいな感じで、なるほど、どう、いいよ。私ね、そう、コーヒーが大好きで、豆をね毎朝挽いてコーヒーを入れるんだけど、その豆をね大体こう 100g ずつぐらいで喫茶店とかで売ってるの、それをこう自分の家の瓶に入れて、いろんな豆入れて、こう並べておくのね。もともとね喫茶店で働いたりしてたから、そのコーヒーをこう自分でね入れたりするのが好きなの。
なるほど。ということは茅野さんに中途半端な豆を送ってったら、なんだこれバカ。いやいや、そんなことなんないよ。お店によって味違うから全然大丈夫それは。あ、本当に、うん、うん、そっか。だから、うん、松岡くんに豆を買ってきてもらってみたいな。わかりました。じゃあ私炭酸風呂を持ってくることはできないから入浴剤をね、うん、持ってきて松岡くん、うん、家で入ってみてよ。わかった。よし、はい、そう仲良くラジオしなきゃいけないからね、はい、迷惑ですからね。そうそう、ちょっとここでやってみよう、こういうこともね。はい、はい、ということで今回紹介するメールは以上です。皆さんからのメールまだまだお待ちしてます。ノーラジオノーライフ。ゲーマー兄弟がラジオをするそうです。コミュ障脱却プログラム。私たちが演じる空と城は一人ではまともにコミュニケーションを取ることができない重度のコミュ障。このコーナーではそんな空と城のために私たちがコミュニケーションのお手本を見せていきます。毎回ノギラーの皆さんから送られてきたお題に二人で答えていきますよ。それではお題メール紹介していきます。はい、灰色猫さんからいただきました、はい、お二人様こんにちは。こんにちは。私は先日人の名前を思いっきり間違えたまま話をしていたことがあります。その人に名前を間違っていることを訂正された時にどう対処すればいいか分からず、ただただ平謝りでした。そこでお二人に質問です。目の前の人の名前を間違った時スムーズにその場を収める方法を教えてください。うん、お、小野子くんじゃん。どうしたの？え、元気、うん、あのさ、うん、貝野さんはさ、うん、うん、ちょっと誰かと間違ってない？なんで？え、うん、小野子くん、うん、いや、あ、なんか。え、お、あの、俺のあだ名なんだっけ？え、ノブノブ？いや、これ、あ、いや、もう、うん、あの、君のためだから言うよ。うん、うん、自分ね、うん、あの、義継ぐって言うんだ。な、こういう時もあるよね。うん、あるある。ごめんね、うん、なんかほら雰囲気やっぱ似ててさ、うん、仲いいじゃん、うん、だから、うん、ちょっと間違っちゃったんだよね、うん、これから覚えてくれればいいよ。ごめんね。いや大丈夫大丈夫。ごめんね、つぐつぐ。大丈夫、うん、覚えてんじゃねえかって。いやこれね思ったんだけど、うん、今なんかやってて思ったのが、うん、これは正直に言った方がいいと思う。でもそう、うん、そうだね、うん、正直に言った方がいいと思う、うん、え、その自分が松岡義継だよってこと、うん、違う逆だ。これ別に松岡くんが答えるんじゃないやつだよ。これ私が今自分で振って自分だったらどうなるかなって思ってやったの。このね、うん、こう間違ってるって言われた時に平謝りをしてっていうので、うん、ごめんねごめんねってなったんだけど、あ、それでよかったのかなっていうこと、うん、だから私が今やったのは、うん、あんまり良くないパターンだった気がする。なんかね、うん、本当はなんちゃってとか言おうとしたんだけど、うん、それってなんか逆にダメな気がするって思って、うん、謝るしかないね。謝るしかない、これは。でも、うん、でもなんか雰囲気似ててとか今いろいろ言ったけど私、うん、なんか言えば言うほどダメな気がする、うん、そう、なんか言い訳がましい、うんうん、だからもう素直に、うん、ごめんみたいな、うん、そう、いや、うん、ごめんねって言う方が、うん、ストレートでいいね、うん、でね、まじ、マジバナ、マジトーンで謝ると向こうにもダメージいくと思うから、うん、明るい感じで、うん、と今のかやった貝野さんのようにね、ほ、うんと、うん、ごめんごめん、あ、軽いなこれ、うん、よくわかんないけどね。え、でもいいんじゃない、うん、今ぐらいな、うん、じゃあ私のことを、うん、なんだろう、とまっちゃんと間違えててみたいな感じでさ。え、最近やったんだな。やってあの、とまっさんさ、あの、あれ、あ、トマツさんでしょ、私のこと、うん、いや、違うよ、私、かやのだよ。
ごめんなんかダメだ、なんかどうやっても傷つく気が。いや今の松岡くんの可愛かったごめん、いいごめんだった。じゃあこれでいいかな。これでいいですか、うん、じゃあ今みたいに、はい、なんかごめんってやる。そう、オッケー。じゃあスバルさんそれでね、頑張って。続いてナルルさんからいただきました。僕がお二人に考えてもらいたいのは友達と友達の付き合いです。例えば友達とあまり親しくない友達の友達ね、うんうん、と、まあ、だからそのつまり他人ってこと。そうでほぼ他人みたいな、うん、友達とほぼ他人と自分とで帰ってる時、うん、ふと友達がじゃあ俺ここだからと二人より先に電車を降りてしまいました、うん、この後何も話さないのも気まずいし、かといって何の話題もなくって、うん、あの間の使い方に困ってしまいますって。お二人ならこんな時どうしますかって。じゃあこういう時私たち他人ね、うん、でちょっとステフにじゃあ俺ここだからって言ってもらっていいですか。おじゃあね、うん、じゃあまじゃあね、うん、ステフ、また、うん、萱野さん、はい、いやなんか、ね、どこまでですか。僕この後2つ先の駅になるんですけど。あ、私、はい、あの3つ目なんで。あ、じゃあ途中まで一緒ですね。ですね。まあ、うん、あいつとは仲いいんですか。ステフとは仲いいんですか。ステフとは、はい、小学生の時からの付き合いなんですけど、結構長くて。うん、はい。ちょっと待って、待って、うん、ね、これコミュ障脱却プログラムだしねどう、あの最初ね自分なんかあのいや自分ここなんでって言って逃げようとしたんだけど、うん、これ脱却プログラムになってない。これね逃げちゃダメなやつね、うん、そう逃げたらダメ。そう、うん、逃げちゃダメだから、うん、あまり、うん、でもさその人、うん、そのステフを通してステフの話はできるんだもんね、うん、そうできる今思った。じゃ続きね、うん、松岡さんはステフとはどういう関係なんですか。はい、まあ、あいつとは本当にあの結構あの先輩後輩の仲なんですけど、あの僕的にはすごいあの尊敬してる、先輩なんで。ステフ、はい、ステフあんまそういうイメージなかったけど、そうなんですね。もうあの方はもう本当に僕の、なんと言ったらいいんでしょうね、まあ、目指すべき道の果てというか、ね、なんか結構そういうちょっと知らなかったです。はい、あでもなんかあれですね、またきっとねステフ通してお会いする時もあると思うんで、ぜひよろしくお願いします。あちょっと着いたんで、じゃあまた、はい、みたいな。お結構いい感じで、あなんとかなる、うん、ステフってひよちゃんのことで考えていけたそう考えた方がやりやすいかなって思って。私あの完全にあの尻尾振ってる方のステフで想像してたからそんな感じだっけって思いながらなるほどね、あまあそうね、まあでもそうね、その共通の友達の話題で場をつなぐ、うんうん、なったらいける。それに、ね、なんかそれによって相手の印象もどんどん変わってくると思う、うんうん、1回目のはダメなやつですからね皆さん、はい、何も続きませんでした、うん、という感じで、はい、ナルルさんこのようなことがあった時は今後はねこうしてみてくださいね、ということで私たちに答えてほしいコミュニケーション能力を問われるシチュエーションのお題をお待ちしています。以上コミュ障脱却プログラムでした。ノーラジオノーライフ、ゲーマー兄弟がラジオをするそうです。二人の銃の迷惑
このコーナーは唯一神テトが作った絶対法則である10の名役のようにラジオ版10の名役を作っていくコーナーです。ノゲラーの皆さんから僕たちに守ってもらいたいこのラジオのルールを募集しています。現在までに決まっている名役は1つ、番組の挨拶はコンニーと、2つ、2人仲良くラジオをしましょう、3つ、リスナーのことはノゲラーと呼ぶ、4つ、番組スタッフのことはステフと呼ぶ、はい、ステフ、これどっちが正しいんだろうね。ステフって呼べばいいかステフって呼べばいいのか、どっちでもいいんじゃない、どっちでもいいか、どっちも使ってこ、うんうん、はい、はい、ということでですね、皆さんからのメールを読んでいきたいと思います。ハンドル名テスタさんからいただきました。つぐつぐかやろんこんにーと、こんにーと、僕の作ってもらいたい名役ですが、ラジオ中は水以外は飲まないというものです。コーラ大好きなつぐつぐには辛いかもしれませんが頑張ってください。コーラあんま好きじゃないけど、あ、なんかあれじゃない、炭酸水って言ってるから炭酸系のものは基本的に大丈夫って思われてるのかな。これは松岡くんはね、炭酸水は飲むけどコーラ飲んでるとこあんま見たことないね、うん、ちなみに今何飲んでるの松岡くん。うん、今紅茶。松岡くん、紅茶が凍っちゃった。思い出した、松岡くん。ちょっとわ、もうあと3回だよ、3回ダジャレを言うんだよ。松岡くんだって忘れてるって言うからさ、うん、ちょっと私今1個言ってみたよ。私も紅茶なんだ、でも凍ってないよ。やってこね、場の空気が凍っちゃう。おお、いいじゃない。1個目だね。やったよかったね、よかったね。おお、よし、あと2回、 あと2回ね、うんうん、の前に迷惑の話しなきゃいけない。迷惑迷惑、うん、水以外は飲まないだって私はできるけど、うんうん、どう、ね、これね、これはちょっときついな。きつい、だってこれだったらこの現場のね、コーラ、うん、コーラじゃない、あのコーラ飲んでんじゃんって言われるよ。紅茶とか、うん、ね、コーヒーとか飲めなくなっちゃうから、うん、ちょっときつい、うん、じゃあちょっときついという理由でやめとこうかな。なんかごめんね、デスタさん、なんかすいませんでした。ハンドル名プリンアットさんからいただきました。罰ゲームをクリアできなかったものは次回鼻メガネを着用する。これはあでもこう写真にあげるのか。でもさ、鼻メガネを毎回さ、うん、まあ、毎回じゃないか、でも喋りづらくない、鼻メガネって。そう、ね、しかもほらステフが買いに行かなきゃいけないんだよこれ、うん、鼻メガネ。本当だ、確かに。とりあえず保留にしとく、うん、もうちょっと違うの見てみよう、うん、では、お次は、うん、ハンドル名青春さんからいただきました。松岡くん、かやのさん、こんばんは。コニートじゃないこれ。そうだよ、コニートって言いなさいよ。はい、僕が考える2人の10の名役は、ラジオ冒頭のゲームのペナルティはエンディングまでにやり終える、うん、どういうことだ。エンディングに行っちゃダメってことだよ、かかった。あー、なるほど、あー、そういうことか。これはもうあかんパターンですわ。当たり前のようなことなんですが初回の松岡君を見てると不安で不安で、ぜひとも採用の方よろしくお願いしますと。不安だって言われてるけど。そうね、だってこれね、茅野さんが紅茶の話してくれなかったらエンディングまで突っ込んでたからね。これで首、自分の首を絞めるんだよ。でも私もさ、もしかしたら自分になる可能性があったから、うん、さっきあのいろいろ調べちゃったよね。ダジャレってどんなのがあるんだろうと思って、なんかもし自分に当たった場合何も思い浮かばなかったから、うん、すごいどうしようどうしようどうしようってなってた、ちょっと、うん、かね、これはどうなんだろうな。うん、でもさ、うん、これはちょっと自分の首絞めるパターンだよ、うん、ちょ、他のも見てみよう、うん、はい、では、ハンドル名セカンドオピニオンさんからいただきました。松岡くん、かやのさん、こんにーと、僕が提案する名役はみんなで仲良く番組を盛り上げようです、うん、みんなというのは、パーソナリティの2人、ステフ、ノゲラの全員です。なんかすごい単語の羅列になってるけど、ね、ステフっていうのは、まあ、スタッフ、うん、ステフ、うん、スタッフのことね、うん、わー、ね、ってことは2人じゃなくてみんな仲良くにするってことですかね。あ、まあ、それはいいんじゃないですか、うん、2人をみんなにする、じゃあ
2人って言うと、そうね、これからもしかしたらゲストに誰か来てくれた時とかもあるかもしれないから、うんうんうん、みんな、うん、ステフも含めてみんなってことでしょ、うん、よし、そうだ、じゃあみんな仲良く、一応そのこのセカンドオピニオンさんのちょっとね採用させていただいて、うん、このみんなっていう部分を今の名役に使いたいと思います、ええ、はい、合体させました、うん、じゃあ今回はそんな感じかな、はい、ということで皆さんの投稿を紹介していきましたが、今回10の名役に採用する投稿は2つ目を変えます。2人仲良くラジオしましょうではなく、みんな仲良くラジオしましょうに、変更したいと思います、うん、変更というか合体というかね、そうだね、はい、ノゲラーの皆様からは、ラジオ版10の名役に採用してほしいルールを募集しています。以上、2人の10の名役でした。ノーラジオノーライフ、ゲーマー兄弟がラジオをするそうです。空白は2人で1つ。このコーナーは2人の息がぴったりな空と白のように、私たち2人も息を合わせていこうというコーナーです。出題されるお題に対して2人が同じ回答になるように答えていきます。それでは問題に挑戦していきましょう。コンジュラーさんからいただきました。はい、2人は空白。焼肉で頼む最初のお肉の種類といえば、せーの、牛タン。これはいった幸先いいぞ、これはいいぞいいぞ。アニオタアッキーさんからいただきました。はい、ふった二人は空白。かわいい動物といえば、せーの、うさぎ。本当に可愛いの来たな。うさぎ？いや、よく茅野さん書いてるしょ、あれサインに、うん、そういうことだったの。ありがとう。ゴリゴンさんからいただきました。はい、二人は空白。デートスポットといえば、せーの、ディズニーランド。当たった、やった、やった。そう、一応考えてランドって言ってみた、うんうん、やった。いや、これね、うん、松岡くんがランド好きなの、うん、知ってたから、ね、そう、もうこれしかないかなと思って。そうね、本当に、ね、これ個人的には、うん、水族館とか、うん、行っちゃいそうな感じだったんだけど、うん、合わせに行ってみた。いや、ありがとうございます。やった、よし、次行こう。はい、勝ち出す勝ち出すやった出すさんからいただきました。二人は空白。かき氷のシロップといえば、せーの、ブルーハワイ。本当に、いや、ちょっと分かんない、分かんなくなって、もうブルーハワイしか思いつかなかった。それでブルーハワイが思いつくってすごいわ。永見ひなげしさんからいただきました。はい、二人は空白。戦国時代の武将といえば、せーの、織田信長。信長って言ったよ、やったまさかフルネームで言うの信長って言った。あ、でもそうだね、信長くんのこと出てきちゃうもんね。そう織田信長、うん、よかった。松岡くんなら絶対信長だと思ったんだよね、うん、よし、ということで5問中3問。おお、半分超えた。いや、目標達成だね、とりあえずね。達成した、先週言ってたからね。そうだよ、うん、いや、でも結構今日いい結果で安心した。よかった、うんうん、こんな感じでですね、ノゲラーの皆さん、私たちに答えてもらいたい問題お待ちしてます。以上、空白は2人で1つでした。ノーラジオノーライフ、ゲーマー兄弟がラジオするそうです。ノーインフォメーションノーライフ、このコーナーはノーゲームノーライフの最新情報をお届けしていきます。まずは放送情報です。
テレビアニメノーゲームノーライフは現在東京 MX、サンテレビ、KBS 京都、テレビ愛知、ATX、BS11 で放送中です。続いて CD 情報です。鈴木好美さんが歌うオープニングテーマ This Game、 そして白 CV かやの愛が歌うエンディングテーマオラシオのシングルが5月の21日にそれぞれ発売されますよ。はい、続いて原作情報です。 MF 文庫 J から刊行中の原作ノベルは6巻まで今好評発売中です。やったー。はい、そしてコミックアライブで連載中のコミックス版のノーゲームノーライフは第1巻が発売中です。テレビアニメと合わせてこちらもチェックしてみてください。そして最後にブルーレイ &DVD 情報です。原作神谷優先生書き下ろしジャケットをはじめスペシャル CD キャラクターコメンタリーなど豪華特典が満載の第1巻は6月25日に発売されますよ。実施中の先着予約キャンペーンに加えショップ別オリジナル特典も告知されていますのでこちらもね、はい、お見逃しなく。はい、その他詳しい情報はノーゲームノーライフアニメ公式サイトでご確認ください。以上ノーインフォメーションノーライフでした。ノーラジオノーライフ、ゲーマー兄弟がラジオをするそうです。ノーラジオノーライフ、ゲーマー兄弟がラジオをするそうです。エンディングのお時間です。うん、番組では皆さんからノゲラーの皆さんからのメールをお待ちしています。アドレスは ngnl@hibiki-radio.jp です。番組配信ページのフォームからも送ることができますよ。はい、ですね、うん、ちょっと先ほど思いついたことがあったんですよ。なになに、うん、なに教えて、うん、いやね、これね、ちょっとね、温めておいたものだったんだけど、うん、うん、さっきさ、タンって言ったじゃん、牛タン。うわー、そうそう、うん、好き好き、牛タン好きだよ、うん、そう、なんかね、これで楽器作ったらすげー面白いんじゃないかなっていうのが一つあってさ、うん、うん、タンバリン。よかったね。よかった。でもね、このね、ここに書いてあるでしょ、感想トーク、うん、だって見て松岡くん、この髪を見て、うん、この鼻眼鏡着用の髪がここに置かれてる。 あともう一個だよ松岡くん。あとね、あと松岡くん、松岡くん、何何はんパン松岡くん、わかんない、なんだなんだこれ、ジェスチャーゲームになってるぞこれ。ねえねえねえ、私今何したいと思う、うん、何したいか、うん、うん、何を、口を開けてもぐもぐして空気を食べる、空気を食べて疑問形にして、疑問形に空気食べる食べるを違う言い方にするんだ。空気、え空気、空気を、空気を、空気を食べるは他の言い方あるよね。空気をイートイート、違う違う違う、なんで英語しか出てこない、日本語日本語、ちょっとあの丁寧じゃなくていいから、うん、待って、何やってんの、空気を、空気を、空気をハム、空気、空気を、これなんていう、食べることなんていう、食べる以外に、食べる以外に、イートじゃなくて、イートじゃなく食べることを、うん、食べることを、ちょっと待って、わかんないこれ、なんだよ、空気を、空気を、あー、わかった、それを疑問形にして、私もう一回、もう一回行こう、うん、ねえねえ、見て見て、うん、空気を、空気、疲れた、疲れた、もうごめんなさい、疲れた、すいませんでした、疲れた、今度いい豆持ってきますいや、だってもうなんかないかなと思って、空気を、空気って、すごいな、それを思いつけるんだもんな、思いついてるというか、いろいろね、私はほら、うん、事前に調査をした結果だからね、なるほど、
自分に当たった時何もできないからっていうね。あーでもとりあえず鼻眼鏡は免れたな。はい、これもう入れる迷惑、うん、入れよっか。入れよう。これがあるとまた頑張れる気がするし、うんうん、プリンアットさんからいただいた罰ゲームをクリアできなかったものは次回鼻眼鏡を着用すること、うん、これはあれですね、鼻眼鏡を しながら写真に載ることになりますね。そうだね、はい、なかなか貴重だと思うよ。はい、そんな機会はない、はい、ということで、はい、また次回お会いしましょう、ね、はい、ここまでのお相手は、松岡義嗣と加谷の愛でした。次回も私たちは絶対に負けない。ねえ、うまくいった。この番組はノーゲームノーライフ全権代理委員会の提供でお送りしました。